Start to sail on these ocean waves. Nobody knows, nobody knows how to find us. こんにちは。今日はこれから買い物に行くので表参道のあたり行こうと思うんですけれども、最近実はテニスを始めました。テニスって今まで習ったことがなかったんですけども、2年半ぐらい前に一回そのコロナの前に体験レッスン申し込んでたんですよ。そこのテニススクールがなんと初心者コースって1年以上待つよって言われていて、順番待ちのとこに名前を書いていて、それでもう2年以上忘れてたんですけども、つい先月電話があって空きが出たので会員になることができますというお知らせがあったので、スクールの会員になることにしました。で、体験レッスンの時行ったぐらいしかラケット握ったことないぐらいで、もう全然部活でやったこともなく体育の授業でもやったことないんですけども、これからね始めたいと思ってウェアをこの間買ったんですよ。それが、上下全部白っていうことで縛りがあってインターネットで買ったんですけども、靴だけは合わせたいなと思って、これからねシューズショップに見に行こうかなと思っております。でもう支度してお化粧しました。今日のね格好は白い T シャツの外にじゃーん、こうやってねワンピース着ております。このワンピース実はこれも2年ぐらい前に購入して、まだ一度も着たことがなかったんですよ。背中バチッと開いてるので仕事用で使おうかなと思ったんですけども、これ夏しかあんまり着れないなと思って、なんか時期を逃してしまい、今ちょっと予約ね暖かくなってきたのでゴールドのピアスと合わせてちょうどいい感じで T シャツ着て着れそうだなと今思って、今日この服にしてみました。そしてカバンね、これ最近買ったばっかの新しいカバンなんですけども、こちらはねピコタンでナタっていう色で、この金具はゴールドなので、今回のねアクセサリーにぴったりかなと思ってこのカバンを選びました。こちらは夏も使えて冬も使えそうな色なので、一年中ね重宝して使えそうなカラーになっております。では早速お買い物行ってみたいと思います。お店の中見させてもらったんですけど、私が今回欲しかったテニスシューズなかったんですよ。今回ね置いてあったのが外で使う用のテニスシューズしかなくて、私は、神宮の室内コートなので、ちょっとそれだとね滑りやすくなってしまうということで、オールコートよっていうねヨネックスのものがいいよっていうことを教えてもらいました。ここ発見したんですよ。ちょっと前から建っている新しいマンションなんですけども、この手前にもカフェがあるし、この奥側にもカフェがあるんですよ。でそのカフェは1回だけテイクアウトでオレンジジュースを買って帰ったことがあるんですね。中で飲んでないので今日ねそのカフェに行ってみたいと思います。ここねマンションが上にあるんですけど、こっち側が少し緑があって、ね、皆さんお昼ねこう休憩されている方が多いです。この辺り飲み物買って過ごされる方とか、あと別に何も予定がなくても天気良くてこの辺りに座ってる方もいらっしゃいます。そのカフェの休憩時間がもう迫ってるので今からすぐ行きたいと思います。アイスコーヒーとドーナツ3種類購入しました。会社のお土産用でちょっと多めに買いました。喉乾いてたんで美味しいね。前はね生搾りのオレンジジュースを絞って食べたんですけど、その時ねもう結構遅くて休憩時間だったんですよ。
ったから待ってるドーナツも売り切れて1個もなかったんですけど、今日は早めに来たんでドーナツまだありました。今日並んでましたね。何組ぐらいいたかな、5、6組ぐらい並んでましたよね。早速ね、ドーナツもいただきます。じゃあこのいちごのねドーナツちょっと食べたいなと思っております。じゃあ、いやー美味しそう、フレンチクルーダーですね。いただきます。この形のやつ大好き。いただきます。うん、うん、美味しい。うん、うん、甘いです。うん、うん、でもいちごの酸味があって甘酸っぱいですね。うん、うん、ドーナツ自体はね、うん、懐かしい味がします。子供の頃三つ葉のフレンチクルーダー好きだったなって。今日天気良くて最高です。いいなぁ、この辺りもいいなぁ。北青山なんですけど、あんまりねこういうとこ緑ないじゃない。だからこうやってねちょっとこう小さな公園っていうかソファーみたいなベンチいっぱい置いて、果物食べれてくつろげていいなって思いました。さっきのお店もねピクニックセットってあったんですよ。2000円であって、なんかいろいろねこうポテトみたいなの詰まってて、それを買ってそのままピクニック行けますよみたいな。多分こういうところでね食べるの想定してると思うんですけど、まあっという間にね6月ですね。早い、今年ももう半年終わりました。7月は北海道に2回行く予定があるんですけど、今のセールを見に行くんですけど、きっとまだ北海道涼しいんだろうな、もうね東京はこれからすぐ梅雨に入っちゃうから。今回はもうその今のセールが火曜日と水曜日にあるので、そのセール目がけて行くだけだから、他にはもう寄り道しないです。結構長いんですよ、1日まるまるなんで、2日間まるまるなんで、前乗りして朝から9時ぐらいから走りして、で帰り7時ぐらい終わるのかな。結構遅いんで、最終その前ぐらいの飛行機2本取って、3日間お仕事休みですね。火水だと月火水とお仕事休んで、一番大事な水なのでこちらの7月は2回行こうと思っております。そうね、今年は趣味がかなり、なんか1年間でまだ前半なんだけど、どんどん増えました。今ワインの試験近いんで勉強してるのと、あとテニス始めたのと、で今ね山主活動と、この今年3つ新しいこと始めたから結構頭の中いっぱいで、まあでも今までね2年間コロナで海外とかもね行けてなかったし、旅行も本当に限られたところだけだったから、家の中で過ごす時間もすごく多かったので、このこれからの1年はね外に出ていこうかなって思っております。ワインの勉強本当は1年前すればよかったな。その時気がついてね、家の中いっぱい時間あったのに、今もお客様も増えてきて人も多くなったから、仕事が忙しくなったのに新しいこと3つも始めて頭の中がありました。もう重たい、もうごちゃごちゃな感じです。4月20日以降の8月いっぱいまでで、ね、2回受けれるので、早めに1回受けて、もし落ちちゃったら1ヶ月もと勉強してね、もう1回2回目受けようと思ってます。帰り道にテニスシュー探して歩いたんですけど、表参道からスクールが近かったので、そちらに足を伸ばしてこのアシックスのシューズを買いました。こちらはレディース用ということで、サイズは24センチです。開けます。かわいいですね。そう、ちょっとブルーなんですよ。で横がネイビーになってます。メインのカラーは白ですね。歩きやすそうな感じでした。さっき履いたらね、まあ、ちょっとね私の靴 23.5 が多いんですけども、まあ靴下も履くので、こうねなんか広い24にしてぴったりいい感じになりそうです。ただこれね、私本当全然わかんないんですけど、なんかコートってね、ハードコートとかオムニとか室内用とかいっぱいあるんですよね。でこの裏がこういう仕様になってるんですけど、さっきお店で見たのもなんかこんなんじゃなかったかなとかって思って、ち
ょっと分かんないです。もうでもこれがスクールに言ってあったシューズなんで、これは間違いないと思うので、これを履いてレッスン開始したいと思います。楽しみということでね、今回はね、このシューズを探す、一日の長い Vlog でした。長かった。本当はデザインだけで言うとキャットストリートのねシューズの方が可愛くてよかったんですけど、スクールで売ってるシューズだと間違いないかなと思って無事に見つかってよかったです。それではまた、バイバーイ。